姫路産のハーブの香りに由来する癒し効果で働く人の心と体の健康を応援するハーバルワーケーション。姫路駅に到着したら姫路市北部へ車で約30分移動します。遠方からお越しの方はシャトルバスをご利用になるかレンタカーをご利用ください。ハーバルワーケーションの拠点となる旅館夢の湯は夢咲川を見下ろす緑豊かな温泉旅館です。複数の温泉や地元のお料理を楽しんでいただけます。ワーケーションでご利用の方には客室に仕事用のデスクと椅子が用意されています。希望すれば PC スタンドも利用していただけます。お部屋以外でもリフレッシュした気持ちで作業していただけるように旅館内のラウンジには半個室のワーキングスペースも用意されています。半個室のためウェブ会議などを行っていただいても構いません。個人での利用はもちろん部署やチームなど大人数でもご利用いただける会議室も用意されています。オフィスを離れた開放的な空間はいつもとは違ったアイデアが浮かぶかもしれません。朝食は夢の湯のビュッフェをお楽しみください。姫路市の特産品を使ったお料理の数々はその日のお仕事のエネルギーになること間違いなしです。昼食は気分転換に外食してみてはいかがでしょうか。研究開発型ハーブ園のコーデラハーブガーデンが運営するビュッフェ方式のレストランシャカンカンでは地元で採れた新鮮なハーブや野菜を使いヘルシーな食事が楽しめます。また地元産の夢そばを無添加の出汁とともにいただける夢のそばもおすすめ。お仕事に集中したくて外出するのが面倒だという方は夢の湯旅館内でランチセットをいただいてはどうでしょうか。地元野菜がたっぷりの健康的な昼食が楽しめます。夕食は朝食と同様に夢の湯旅館でお楽しみください。姫路の誇る姫路和牛や季節ごとに異なる新鮮な魚介類が提供されるほか地元夢咲の坪坂酒造を中心とした豊富な地酒のラインナップが自慢です。お仕事の疲れも癒されること間違いありません。お仕事に疲れたらまずは温泉へ。夢の湯旅館内には2つの大浴場と貸し切り風呂があります。景色を見ながらの露天風呂は疲れがどこかに行ってしまいます。温泉やお料理だけでなくこのハーバルワーケーションでは近隣エリアで癒しや集中効果のある様々な体験をしていただけます。ハーバルセラピーでは姫路北部で生産されるフレッシュなハーブが香りで人間の感情や本能に効果をもたらしリラックス効果を感じていただけます。ハーブの効果を活用したハーバルヨガは通常のヨガよりも高いリラックス、デトックスを得ることが期待されます。ヨガの前に発汗作用のあるハーブティーを、ヨガの後には疲労回復効果のあるハーブティーをいただき、効果を最大限に高めるところがポイントです。ロープウェイで約5分、西の比叡山とも呼ばれ、多くの重要文化財がある諸社山を登った先にある円行寺にも訪れてみるのはいかがでしょうか。ちなみにロープウェイを利用せずトレッキングすることも可能。体を動かしてリフレッシュしたい方はぜひチャレンジしてみてください。格式高く自然に囲まれた円行寺では心を落ち着かせて集中力の向上に寄与する写経体験や座禅体験ができます。日々のストレス低減と仕事へのモチベーション向上に重点を置いた香りや癒しの効果を体感いただける姫路独自のワーケーションプログラムハーバルワーケーション。働く人々の心身の健康増進に加えて滞在中、滞在後の仕事の集中力を高め企業の生産性向上への貢献を目指しています。姫路でご体験ください。